自分にとって好きな自分教えてください。基本的に僕全部自分のこと結構好きなタイプなんですよね。うん、自分のことは根拠なく自信があるし好きって思えるようなところは自分が好きですね。何かやるときに多分できるって思っちゃう自分がいて、そんな自分は好きかもしれないですね。何でも、うん、なんかまあでき、頑張ればできそうって思えるところは好きで、それで頑張るかどうかとかは僕次第なんですけど、結局何もできなくて、ああもっと頑張ればよかったなとは思うことはもちろんいっぱいありますけど、頑張ればできるはずだっていうふうにはなんか心の中では思えてるのが好きですね。ああすごい、うん、だからここまでやってこれるんでわけですね、人を皆さん引っ張って。そうかもしれないですね。あとなんか自分が新しいことができる気がするって思えるのは、できた時が嬉しいっていうのが分かってるからかもしれなくて、できたら楽しいだろうなって思えるから、やってみたいみたいな好奇心が強いから、大丈夫絶対できるよきっとみたいな風に思えちゃうのかもしれない、うん、ポジティブいいねそういうのは好きで、そういう自分は好きですね確かに。うん、仕事に対してエゴイスト、はい、それはどういうところで。一回自分がこういう絵が作りたいっていう僕らのビジョンみたいのがあるんです。例えば舞台を作るときにはこんな完成図になるはずだっていう想像をするんですね。まず演出とか振り付けをするときに。で、もちろんやりながら変わるんですけど、自分が思った理想の形っていうのを相手に伝えるときには結構エゴイストになる可能性もあって、それはいい意味でのエゴイストだと思うんですけど、なんか違う違う違う、もっとこうしてほしいみたいな時に、僕は結構、周りの人が、ちんぷんかんぷんでも、頑張って自分の思っている絵を伝えるために、強引になる時がありますね。もっと早くそこ出てほしいんだよとか、遅いとか、そういうのはなんか結構思っちゃって、もっとパンパンとテンポよく行きたいのに。まあ、踊りのそういう演出の時に気持ちいいタイミングで来ないとか時に、そこもうちょっと早い方が絶対かっこいいよみたいな。で、もちろんそれが再現した上でみんなで話し合って、これはこう変えた方がいいんじゃないですかってアイディアとかは寛容に受け入れるんですけど、まず僕の意見を伝えますっていう時には結構エゴイストになる可能性はありますね。それ大事ですよね、うん、そうですね。で、アーティストってそういうこだわりみたいなものがないとないで、やっぱダメなので、うん、マイルドになりすぎちゃうと自分の表現したいことがわからない、やりたいことがわからないっていう風になっちゃうので、まずこの、キャッチボールだとすると、最初の球を思いっきり投げるっていうのはあるかもしれないです。うん。なるほど。で、向こうの球もちゃんと受け取るようにはしてますね。うん、そこは、若い時はできなかったけど、最近は特に、ちゃんといろんな人の意見も、みんなで作るんだっていう意識がすごいあるので、それもそれでやるんですけど、最初にしっかりと投げないと向こうにも伝わらない、熱意とかそのビジョンがしっかり伝わらないっていうふうに思って、そこはエゴイストになってますねで、それを受け取る側の方はちゃんと理解してくださるんですか、自然、すごい普通に。もちろんいろんな過去にはいろいろ意見の対立とかもありましたけど、最近はやっぱりみんなが意見をこうやって言うことが僕のグループでは普通になってきてて、むしろ誰も何も思いつかなくなっちゃうと止まるんですよ、稽古が、練習が。そのスタジオの空気で次どうする、みたいな、みんなが様子を伺ってたりとかアイディアがなかったりするときに空気が一瞬でちょっと冷たくなっちゃって凍っちゃうんで、多少エゴイストでも投げてくれる人がいるっていうのは、ある意味メンバーも、嬉しいことなんですよね。だからみんなそういう時の方が和気あいあいとやれるというか、うん。で、誰かが出してくれた球に対して、みんなが、いや、こういう球がいい、こういう球がいいっていうのは、一人が最初に投げてくれたら、みんなが次、2発目、3発目は投げやすくなったりするので、割とそこに対してのエゴイストになったことに対してはみんな
あったかく迎え入れてくれますね。そういう空気を米澤さんが作ってらっしゃるんですね。うん、あ、でもそこは大事にしてますね。心理的な安全性とかって僕らは言ったりするんですけど、そこで恥をかけるよ、大丈夫だよっていう空気には一回しとかないと、誰も何も言わなくなっちゃうみたいな。だから自分から自らちょっと冗談を言ったりバカになるとか、自分がいじられる側にちゃんと立つとか、偉そうにしてないで、自分からムードを作っていくっていうにはしているよ、するようにはしてます。うん。自分にとってのプロフェッショナルな阿波踊り業とお金の関係について教えてください。文化っていうものは、稼がないと衰退するっていうことがあるんですね。それは歴史的に何でもそうで、担い手がいない、資金がない、っていうこと。そしてその魅力を伝えられてないみたいなこと。お客さんがつまらないみたいなことですね。その集客、お金、担い手不足っていうのが絶対あって、プロっていうことって、芸能、伝統文化とか日本文化みたいなことで、お金を稼ぐんじゃないっていうふうに言う人もいるんですね。それはビジネス化すると、ある種、本当に大切な伝統を失ってしまうという恐れからそういうことを言う人もいるんですけど、僕にとっては逆に、お祭りとかって常に歴史的には、景気良くなるための役割として、お祭りに人が集まる、お祭りで町、地域にお金が落ちるっていう、生態系としての大事な役割だったと思っていて、そのために資金をちゃんと回す。ご飯を食べて帰るとか、何か太鼓が、叩きたくなったら太鼓屋さんで太鼓を買うとか、浴衣を買うとか、そういうすべての小さいところにお金が落ちていってお祭りって成り立っているので、僕はプロフェッショナルっていうのは、ちゃんとそういうお金をしっかりと稼ぐっていうことが大事だと思うんですよ。で、そうしないと、あ、これはしっかりと稼げて、プロでやれるんだっていう市場じゃないと、参入してこようと思う若者がいなくなっちゃうんですよね。やっぱり、例えば YouTuber になりたいって、なんでなりたいのって言ったら、自分を発信したいっていうこともあるけれども、発信したらいつかそれで生きていけるかもしれないって思うから、好きなことで生きていけるかもしれないって思うから、YouTuber になりたい、ダンサーになりたい、ミュージシャンになりたいって思うわけで、やっても苦しいよっていうだけだと、やっぱり業界が活性化しないので、そこに関して僕はプロフェッショナルとして、ちゃんと稼げるようにする姿を見せる。それで、いろんな人がそれに対して、もちろん文化が面白いっていうのは第一条件だと思うんですけど、しっかりとそこで生計が立てられるかもしれないっていう2個目のお金という価値もちゃんと伝えて、後世まで文化が途絶えずに残っていくようにしたいなと思ってますね。それはすごい大事ですよね。と思ってます。いや、そういうのを聞いてすごく安心しました。はい、あ、そういう言葉をこう発信してくださるということにね、うん、思ってることはすごく感じてましたけど。そうなんですよ。そうなんですよ。なんか日本文化の人たちとか、あとニッチなカルチャーをやってる人たちって、稼がなくてもいいんだ、これは大切なものとして保存することが大事なんだっていう主張も僕はわかるんですよ。でもその保存をしているだけだと、新しい人が入ってこないんですよね。で、ずっとそれが、今若い人がそれを守っていても、いつか僕らも年を取っていくので、その次の代にバトンが渡せなくなっちゃうっていう問題がすごいあるんですね。だからそこに関してはシビアに考えていくっていうのが、何の業界でもそうですけど大事だなって思ってます。そうですね。プロフェッショナル、阿波踊り業で望ましいと思える環境を教えてください。僕はまず、プロになりたいんですけどどうすればいいですかっていう人にはこう答えてるのが、時間を作れるかどうか、時間が空けられるかどうかっていうことを言ってるんですね。それは、ほとんどの場合、生計が立てられない時って、バイトをしながらとか違う仕事をしながら自分の好きな踊りをやってますっていう人すごく多いんですけど、僕らの経験ですけどね、あくまでも僕らの経験で、チャンスっていつ来るかわかんないんですよ。で、僕らが法人化して全く仕事がないんだけれども、一個の電話で運命が変わって、海外に来週から来てくださいみたいな依頼がいきなり来たりする。10日間空けれますかっていきなり来たりする。そういう時に自分の時間がそこにバッと当てられるか、チャンスをつかめるかってすごい大事だと思っていて、
本当にプロフェッショナルというのは自分が決めたことに対して時間が避けられるっていうことがすごく大事なんじゃないかと僕は思ってるんですね。なのでプロの環境っていうのはまずは自分がいつでもチャンスをつかめる状況に自分を身を置いておくっていうふうにいろんな人には僕はアドバイスしてますね。なんかそれによって僕いろんな人たちが本当に技術的にとか精神的にすごく素晴らしいことをやってるんだけれども、今社会人をやりながらなので依頼が来ても答えられなくてお断りしましたっていう人が何人もいるのを見てるんですよ。取れてたら人生変わったかもっていうものを取れないっていうものはほとんどの場合、なんか僕なんかはそれでも仕事を辞めてしまったら食えなくなるかもしれないって恐れがあるのはわかるけれども、でもやりたい子だったら飛び出して、まあ仮に会社が休めないんだったら辞めてでも行くっていうぐらいのなんか気力、力、意識みたいなものがある人じゃないと成功できないと思っていて、で、そのぐらいの覚悟がある人は、その会社にもどうしても来週休ませてくださいって説得する力もあって、実はそういう人の方が会社ともうまくやり取りしてたりとかする人が多いんですよ。最初から私はこれで生きていきたいと思ってるので、ご迷惑かけるかもしれないんですが、休ませてくださいってちゃんと言える人の方が実は会社ともうまくやってて、チャンスが取れない、チャンスがつかめないんですっていう人ほど宙ぶらりになっちゃってる。なので時間を空けられる環境づくりを今からして、コミットするときには行けっていうときにはアクセルを入れられるような状況にしときましょうっていうふうにしてます。はい。さすが、すごいですね。なるほど。なんかすごい聞いてて元気で、元気になりますね。すごい気持ちいい。ねえ、ありがとうございます。そうなんですよ。なかなかね、みんなチャンスつかめないで終わっちゃうんでね、うん。スケジュール的な問題もそうだし、技術的な問題も、常に今踊ってって言われた時に何ができるのっていうことも問われてるので、やっぱプロだと。例えば、全然阿波踊り踊る気じゃなくて参加したアフターパーティーみたいなもので、米沢くん来てるから今踊ってよ、私服でいいから踊ってとかって言われることってあるんですよ。その時に、わかりました、やりましょうって言えるかどうか、そこで、でもちょっと今、僕一人なんで音もないですしとかって言うんじゃなくて、わかりました、やりましょう、皆さん元気ですかって言えるかっていう、さあやりますよって言える、その、いつ来ても OK っていう、なんか、度胸みたいなものも常に準備しておかないといけないなって思ってますね。うん、やっぱり度胸が見えますもんね。ありがとうございます。そうですね。いろんなもん、これはでも場数かもしれないですけどね。いろんな経験をしてきて、うん、ようやく、うん。では、コロナで影響を受けましたか？めちゃくちゃ受けました。もう僕はコロナで、4カ国ぐらいの海外ツアー全部キャンセルですし、キャンセルまたは延期ですし、決まっていた企業パーティーとかイベントとか、すべてなし。そして、阿波踊りも徳島も東京も全部なしになりましたね。はい。大打撃ですよ。ああ、皆さんそうですね、やっぱり。で、それの解決策として何かなさってますか？解決策としてはこの宝船でもファンの人たちとか僕らみたいに世界に出ていきたいパフォーマーの人たちを集めてオンラインサロンみたいなものを作ってます。オンラインコミュニティを作ってます。で、そういうところに月額でいただいたりとかしながら、自分たちの活動費に当てたりとか、それからオンラインでできるイベントですとか、今まさにこういうトークイベントみたいなものにどん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 顔を出して、自分たちのことを知ってもらうための活動をしてるんですね。で、オンラインのワークショップみたいな、阿波踊りのワークショップみたいなものとか、オンラインイベントでちょっとパフォーマンスをしてみるとか、そういう依頼もどん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 来てるので、それで、まあ、なんとかね、やりくりしてるような感じですね。で、このコロナっていうものは、まあ、ネガティブに考えると本当に大変な時だと思うんですが、逆に言うとすごく今まで僕らが疎かったデジタルシフトというか、ズームでこうやっていろんな人とお話できるよとか、 YouTube ライブとかインスタライブでレッスンとかもできるんだよっていう、今までやってこなかった可能性が見えた時期だったので、僕らはそれをある意味いいタイミングとして
デジタルでもやれることっていっぱいあるんだなっていうことを学んだので、ポジティブに考えてますね、コロナのことも。うん。YouTube でも拝見しましたけど、その、YouTube とかこう、いろんな分野で発信していく方法っていうのを語られてるんだけど、うんうん、そうなんです、そうなんです。そういう情報を持ってもらって、うん、皆さん頑張ってるっていう発信のように見えました。そうなんです。まさにそうですね。僕らって宝船って業界の中では割と日本文化アーティストとして、まあ自分で言うの変なんですけど、割と成功してきたと思うんですよ。数年間で20カ国回れて、大使館とか外務省から、その支援してもらいながら、その国のプロジェクトとして呼んでもらったりとか、その何万人も来るようなフェスにヘッドライナーとして呼んでもらったりとか、いろんなことを僕は経験させてもらって、で、今コロナで僕らも大打撃なんですけど、なんか僕らはある種依頼がなくても今のところ生きていけてるんですね。そのいろんなやり方で生きていけてるんですけど、逆に言うと今まで頑張ってたけどコロナで家賃も払えなくなっちゃいそうっていう人もシビアにいて、そういう人たちに僕らは何かノウハウの提供だったり、協力して一緒に何かやるとかで力になれないかなっていうことを常に考えてる。だから自分のことが大変っていうよりは、この状況をみんなでとりあえず生き延びようぜっていう気持ちの方が強いんですよね。なんか業界ってみんなで立ち上がらないと、一人だけ勝っても盛り上がらないんですよ。業界自体が全部なくなっちゃうから、一人だけ日本文化のアーティストとして生き残ったぜ、俺は勝ったけどみんなダメだったねとかって言っても全然恩恵を受けられなくて、むしろ活性化してる方がいいので、みんなが頑張って生き延びてまた共演し合おうねとか、みんな世界の舞台で会おうねって言えるようにしたいなと本当に思ってるんですよ。うん、これは綺麗事じゃなく本当に思ってるっていう感じですね。うん、こんな人に会えてよかった嬉しいです。なんか YouTuber とかも同じだと思うんですけど、例えば中田敦彦さんが出てくる、梶作さんが出てくるって言って、一人だけ勝ってても YouTuber としてこんだけ周りの人たちが、ヒカキンさんだけの時代の時には多分業界が活性化してなかったと思うんですけど、ヒカキンさんが出てきて、もちろん梶作さんとか中田敦彦さんとか、もう本当ありとあらゆるね、ヒカルさんとかいろんな YouTuber が出てくると、 YouTuber という市場がめちゃくちゃ盛り上がるじゃないですか。で、それで一般の人も参入してくる。で、これがすごく健全で、たった一人が勝っても YouTube って盛り上がらないんですよね。面白い人がたくさん出てくるから注目されるっていう。そういうふうにうちの業界もしたいので、とりあえずみんな手を取り合って生き延びよう、まずはっていう感じで頑張ってるような状況なんですよね、今は。わー、すごい。うーん。なんかすごい勇気をもらいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。